佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーです。はじめに佐賀新聞の紙面から県内のニュースを紹介するニュースこの1週間です。今週は5月20日から26日までの紙面を振り返ります。義援金が1億円を超えました。佐賀善意銀行に寄せられた熊本地震の義援金が累計1億円を超えました。義援金の受付は4月18日に始まりました。およそ1ヶ月で県内の企業や団体、個人から1310件、およそ1億500万円の温かい支援が集まりました。20日には熊本日日新聞社に1億円を送りました。今後、熊本県を通じて被災者支援に活用されます。佐賀善意銀行は引き続き、土日を除く平日午前9時半から午後5時まで義援金を受け付けます。浅香真人さん、佐賀公演が決まりました。佐賀市出身の宝塚トップスター浅香真人さん率いる空組の佐賀公演が決まりました。12月6日に佐賀市文化会館で開かれます。浅香さんのトップ就任後初の地元凱旋となります。演目は宝塚オリジナルミュージカルのバレンシアの熱い花とショーホットアイズです。ホットアイズでは浅香さんが得意とするダイナミックなダンスが披露されます。公演は今年11月と12月に全国11カ所を回る全国ツアーの一環です。九州では他にも福岡、長崎、鹿児島でも公演されます。得点力不足が深刻になっています。J1 リーグ第1ステージ第13節でサガン鳥栖は大宮アルディージャと対戦しました。鳥栖は試合を通してチャンスは作るものの得点に結びつけることはできませんでした。逆に後半、大宮に少ないチャンスをものにされ0対1で敗れました。鳥栖はホームのベストアミニティスタジアムでリーグ戦3試合連続の無失点負けを喫しており、順位は暫定16位のままです。またナビスコカップでは今シーズン2度目となるアビスパ福岡との九州ダービーでした。鳥栖は前半に1点を先制しましたが、後半に追いつかれ1対1の引き分けでした。鳥栖はこれで1試合を残して1次リーグ敗退が決まりました。和解協議で国は基金創設を提案しました。長崎地裁で国営諫早湾干拓事業の開門差し止め訴訟についての和解協議が開かれました。国は開門に代わる漁業環境の改善案として有明海振興基金の創設を提案しました。有明海沿岸4県の自治体や漁連、漁協などで新たな組織を立ち上げて運用するとしています。しかし、基金の規模や財源は明らかにされませんでした。抜本的な改善事業を求めていた漁業者側は、この基金創設の提案に対して反発しています。原発もドローンの規制対象になりました。国会や皇居など重要施設の上空で小型無人機ドローンの飛行を禁じる国の規制法の対象に原子力発電所が加わりました。東松浦郡玄海町にある玄海原子力発電所も含まれます。テロ対策の一環で敷地内とその周辺300メートル程度が禁止区域になります。違反者に対して懲役や罰金といった罰則もあります。また、ドローンに加え、気球やハングライダーなども禁止の対象となります。佐賀市と警察が連携して、
凶悪事件の被害拡大を防ぎます。佐賀市は市内で発生した凶悪事件の情報をいち早く市民へ提供するため、警察と連携する覚書を締結しました。市と警察の覚書締結は県内で初めてです。殺人事件や発砲事件などの凶悪事件が発生した際、警察が事件の発生場所や日時、犯人の特徴などを佐賀市に提供します。窓口となる佐賀市消防防災課が市内195箇所に設置した災害無線で市民に注意を呼びかけ、被害の拡大を防ぎます。ニュースこの1週間でした。佐賀市東陣に現在は使われていない銭湯があります。昭和初期に営業を始めた牟田銭湯です。牟田銭湯が営業を終えてからも何年かは隣の住居が使われていました。しかし3年前にここも空き家になりました。現在佐賀市内で営業している銭湯はありません。銭湯の建物だけが残っている状態なんですね。はい、かつて銭湯だった場所で建物が残っているのはここ牟田銭湯のみです。当時のままの姿で残るこの建物を人が集まる場所として再利用できないかと活用法を探っている人たちがいます。その中心となっているのはこの建物を所有している佐賀市の栗原誠司さんです。栗原さんは仲間たちと活用法を探りながら、まずはボロボロになっていた建物内を整理しました。佐賀県の団塊チャレンジ交付金の支援を受けて銭湯部分の耐震化を行いました。そして男女更衣室を一体化して活動スペースを整備しています。栗原さんたちが考えた活用案の一つがイベントの開催です。現在の建物は男女の更衣室の壁を取り払っているので広い空間になっています。浴室は昔のままの姿を保っており、タイル張りで味のある雰囲気になっています。栗原さんたちはこの独特の空間を生かした企画や展示を考えています。すでにプロジェクトの一環として講演会が開かれました。講演したのは世界を自転車で旅する自転車冒険家の西野亮さんです。西野さんの講演会には多くの人が詰めかけました。銭湯跡での講演会ということで、今ではなかなか体験できない雰囲気が良かったと大好評でした。他にもティーンズミュージカル佐賀の活動を紹介した写真展が試験的に行われました。また栗原さんはこの銭湯跡を夢の実現を目指す若者の活動場所として開放したいと考えています。かつて市民の憩いの場所だった銭湯を、今度は夢を語り合ったり人がつながり合える場所として再生したいのだそうです。栗原さんに話を聞いています。はい、そうですね、ここ自体が昔から よく知られている場所だったよね。まあ、私なんかお風呂に昔入りに来たよとか結構知られている場所なんで、何かをするとすぐ誰か顔を見せたりとか勝手に入ってきたりとかするんで、結構面白がっていろんなことやってもそれなりに人が来たりとか、あとやっぱりこういう場所なんで大事にしたいねって言ってくれる人がいるんで、今そういう古い民家を建て直したりとか再利用したりとかリノベーションとかいろいろあるんで、そういうのに興味がある方とかがいっぱいなんか手伝ってきてくれたりとか一緒に掃除したりとかですね、だから結構反応はいっぱいありました。今後はですね、本当にこういう場所なんで一回見に来ていただいて、なんかこう志があるっていうか夢がある人がそういう夢を実現するために、ここをなんか使ってみたいとか、そういうなんか自分の理想とかをここで実現できるしたいんだっていう人が集まってくれれば、どんどんそういう人に貸していきたいなと思ってます。佐賀市の中心部に残る広い空間、建物も雰囲気があって活用法がどんどん出てきそうですね。そうですね、これからが楽しみですね。楼門を見下ろすこの景色、どこだか分かりますか？
ここは鹿嶋市の有徳稲荷神社に新しく完成したエレベーターです。このエレベーターは有徳稲荷神社本殿の北側にあります。木製の屋根まで含めると高さはおよそ20メートルです。反射するガラス張りになっているので周囲の景色に溶け込むような外観になっています。地上15メートルにある本殿へ到達するには今まではこの階段のみ、100段を超える階段を上って ようやく到着です。新しいエレベーターに乗ると通りあっという間に到着します。そしてエレベーターの工事に合わせて降り口から本殿までスロープも新たに設けられました。車椅子の利用者や高齢者の移動の手助けになりますね。そうですね。エレベーターの降り口と本殿の間にある休憩所も改修されました。ここからの眺めも抜群ですよ。上り下りが大変だからと本殿へ上がるのを敬遠していた人にもぜひ利用してもらいたいですね。そうですね。有徳稲荷神社の鍋島智久権宮司に話を聞いています。この有徳稲荷神社、全国からですね多数の方がお参り来られておりますけども、まあ、今まで、お年寄りや、体が不自由な方々、ご本殿に上がられるのに苦労されてたんですけども、まあ、エレベーターを作ることによってですね、楽にご本殿まで上がれて、神様にお参りできる。今まではまあ下からお参りされてもご利益変わりませんよという対応だったんですけども、これでご本殿までですね皆さんそれぞれが楽に登れるようになって神様にお参りできるようになった。これがね一番のね目的でしたね。ただそれだけでなくですね、非常にエレベーターから見る眺めが美しいんですよ。四季折々の境内の佇まいをご覧になられたり、またこう日本建築のですね美しさだとかその威厳がある姿をですね角度を変えて、見る楽しみがまた増えたんじゃないかと思ってですね、そこがこのエレベーターのね作った意義でもあると思うんですよね。はい。利用された方の反応を聞かせてください。はい。皆さんですねまず非常に景色が綺麗だ、今まで見えなかった角度でですね神社を捉えることができる、それとやはり神社ってこういう地形にできてますんでね、ちょっと上に上がるとすごく心地いい風が吹いてるんですよね。そういったことも新たな発見としてですね皆さんよくおっしゃっていただきましたね。エレベーターの利用は有料です。開運おみくじがついており300円の利用料で1日何回でも乗ることができます。誰でも利用できてまた違った景色を楽しめるというのが魅力的ですよね。そうですね。それではここでお知らせです。佐賀新聞社は9月8日から県内の9つの会場で今年結婚50周年を迎えたご夫婦を表彰する金婚さん表彰を行います。昭和41年に挙式を挙げたご夫婦に表彰状と記念品を送り式場で記念撮影を行います。募集締め切りは8月8日、申し込みお問い合わせは佐賀新聞社販売局電話0952-282131です。それでは今週はこの辺で、佐賀新聞テレビ夕刊ウィークリーでした。